たくなるのよね。夕焼けがそうだ。綺麗だ。今日は2回目 の皆さんのマオバムの特別鑑賞会にご参加いただきましてありがとうございます。昨日ご案内させていただいて、その前の日ですね、前の日にご案内させていただいて、昨日開花するはずのものがもしかしたら咲かないのではないかなということで、今日にさせていただいたんです。でご迷惑をおかけしました。でそれ水平よりももっと上に反り上がるんですけど、葉っぱが、花びらが、そうですね、はい、その前にそうですね、雌しべだいぶ出てますね。はい、最初雌しべがねちょっと出てきて、それからこうガッと反り上がっていくような咲き方をします。いい色のかなり出てます。そうですね、だいぶ上がってきてますね、はい。こちらはどうですか、通路側のここには調子いいですか。ちょっと遅れ気味、ちょっとね、めくれ上がる瞬間なんかがはっきり見れば、どうでしょうね、もうでも、だいぶ来てますね。はい、もうだいぶ上がってきてますので、これどれがどれがメシベになるんだ。今シュート真ん中に出てますね。あれがメシベ。それがだんだんこっちへだとキューと上へ向いてきてるね。そうですか。あ、なるほど。出てるし、こちらも完成に近い。でもこれもほとんど、こっちが左がほとんど完成や。上がってきましたね。ね、翌日見るよりも咲いた時の方が艶がこう、そうね、艶やかな感じで。みずみずしいですね。一日こうなるんですね。かわいそうな色んな人。これ見た時には今日はこんなにするんかなと。全部咲きましたね。たくさん見られて4つあったらどれか咲くやろうとか言ってたんだけど、全部咲いてよかったですね。よかったですわ。一日動画でよかったです。いろんな咲き方が見えました。からの開花の予想ですけども、これが近いですね。これですか、これ。これ2、3日やと。まだ開いてはないし。そっちもね。これも近い。下が割れてくるわけですか。はい、作品にも割れてきますね。